こんにちは、本気塾代表石原です。今日はですね、熊本県にあります。で、熊本やると、有名な、くまモンもいると思うんですけど、くまモンがね、熊本農業に関係ありますよって、地理の塾とかでやったことあると思うんですけど、熊本ね、くまモンに関係ある農業の有名な作物をやったりする。で、工業は熊本そんなないんで、基本的に農業と、あと有名な地形を抑えていければいいんじゃないかなというふうに思います。行ってみましょう。まず、地形の具体的なイメージなんですけど、阿蘇山、誰でも知ってる阿蘇山もありますよね。で、これ、別の県の時もやってるんですけど、これが九州で一番高いかとそのことないんでね、例えば大分では九十連山というのがありますし、それが一番かというと、鹿児島の、屋久島に一番高いのがあるということで、一番じゃないんだけど、知名度はかなりある。で、見ての通り、かなり右側は抹茶っちゃった。ただ、左側に平野がないわけではない。そして忘れちゃいけないのは、1、2ってやった時にもう1個できるやつがいる。これかやめてください。これやめてください。ダメです。これは長崎県です。これですね。熊本の天草というでかい島がある。ね、よく天草の位置書くと間違える人がいるんですけど、いいですか、熊本この後なってるんですけど、このね、とんがったのを境にですね、上か下か覚えると分かりやすいです。天草諸島はとんがったのよりも下です。すなわち南にあります。だから天草諸島はあったかいっていうのを言いますんで、覚え方としてね、このとんがったのを境にやると都市とかも覚えやすくなります。じゃあちょっと具体的な地名の名前いきましょう。名前っていうか、基礎情報ですね。はい、昔は、肥後と言われました。肥後とこさんみたいな、歌、小学校とか幼稚園でやったことあると思うんですけど、言います。で、肥後ってあるから、肥前はどこかというと佐賀県です。いつも言っているように、京都から見て、近い方が前、後ろが肥後、後ということになりますね。はい、佐賀と熊本です。県庁所在地熊本、県の名前と同じなので特に覚える必要ないんですが、一個大事なことがありまして、熊本市、50万人を超えてます。そして、50万を超えると、政令指定都市というのになれる資格が生まれる。政令指定都市というのは具体的にはですね、政府の命令によって、お前さ、とね、ただの市なんだけど、都道府県とちょっと似てることやっていいよ。ちょっと都道府県並みに扱ってあげるよ、みたいな、そういうちょっと偉い市のことを言います。政令指定都市熊本もそうなんですが、それ以外どこあるんでしょうということで、ちょっと見てみましょう。じゃじゃじゃーんということで、いっぱい書いてありますね。はい。上の方から札幌、仙台、まだ今の段階で覚える必要ないかもしれませんが、札幌、仙台とあって、関東地方は山のようにある。よくあるように、政令指定都市が日本で3つもあるとこあると。ね。熊本は当然熊本県で1つなんですが、都道府県の中で3つあるとこあると。どこかというと、ここなんですよね。神奈川県の横浜、川崎、相模原。多分ね、神奈川とか住んでない人は相模原って申し訳ないけどイメージ薄いと思うんですけど、実はこれも政令指定都市になってます。で、それ以外に埼玉、千葉があって、最大の引っ掛けは、わかります？東京はないことですね。東京は市じゃありませんから、人口めっちゃ多いですけれども、ここには入れない。これ東京入れちゃうと、やばいことになる。はい。あとはお約束の名古屋、大阪があるんですが、ね、熊本もやっぱり正直名古屋、大阪ほどは大きいイメージないかもしれませんが、例えば同じように新潟なんていうふうに、熊本みたいな感じで、そこまでね、大きくない感じするんだけど、いたりします。で、静岡県は開けてるよってことで、2個の市がある。ね、静岡は浜松がある。あと大阪は他にも有名な堺市があるということで、あと大所があって、そして九州はどこかというと、最後に福岡市、北九州市、熊本市ということで、福岡県はでかいところ。そして昔、北九州工業地域が盛んだったわけですが、昔工業地帯って言いましたよね。すごかったから。塾でやりましたよね。だから当然北九州はと。で、忘れちゃいそうなのは熊本なんで、九州は福岡以外に熊本が、人数としては栄えている。ただ気をつけてほしいのは、いつも言ってるように、工業が盛んかと言われると、福岡と大分だからね。工業は大分市っていうね、石油化学も手詰まるスーパースター、スーパーレジェンド、スーパースターがいるから、福岡と大分ですけど、指定都市に関しては福岡と熊本だというふうに覚えてください。これを図にするとこんな感じになってます。全国の図にするとこんな感じになって、よく出るのがですね、ほとんど太平洋ベルトにあるねっていうふうに習うんですね。で、太平洋ベルトから外れてるのは札幌とか仙台とか新潟かな。この辺りが太平洋ベルトにいないねっていうことで、大体やっぱり日本の中心都市っていうのはベルトにいますよって感じで入試問題で出てきますんで、太平洋ベルトのあるほとんどと、北の方にいくつかあるというふうに覚えてください。はい、では戻りましょう。ということで、熊本があって、で、この後出ますが、八代っていう都市も、熊本の中ではでかいことになります。面積人口は特に試験出ることはないと思います。県境も出ないと思うんで、次行きましょう。はい。では、ということで、地形具体的にやるんですが、3つに分けることにしました。いろんな塾のテキストとか参考書見ても、だいたい3つかなということで、右半分以上変に下しちゃいましたが、右のかなりの部分はどうなってるかということで、ちょっとやりたいんですが、いつも涼しく結構茶色いということで、もう一回さっきの色の図を見てみましょうか。はい。今やってるのは粉ですね。この辺はだいたい茶色いだろうと。ここの部分について、九州山地もありますよ、そして阿蘇山もありますよっていうのをやってるんです。そして、これだけなら超基礎レベルなんですが、1個覚えましょうか。いいですか？八代市を通る、これ消します。九州山地消しますよ。八代市を通ってる川。これ知らないとやばいよ。球磨川だよ。熊本の球磨川だから熊本市って、いや違う。これは八代市です。これも事実としてここなんで、これ間違いないですよね。ここのところに当然下は平野が生まれますよね。川があるからね。でここに盆地があるんです。これそこそこテキスト出てきますから、この盆地を人吉盆地と言います。今、熊本の右の方を大体やってますから、このね、下にある平野はこの後でできますから、今ここをやる勉強する際に覚える地名は、上の方に阿蘇山があって、九州山地があって、川の、球磨川の上流に人吉盆地という盆地があるということを押さえていきましょう。じゃあ戻りましょう。はい。ということで、九州山地と阿蘇山と、そして球磨川の上流に人吉盆地があると。で当然、この中で説明加えられるのは阿蘇山でしょうということで、世界最大級ということで、本当に最大か分かりませんが、最大クラスのカルデラ湖と。ということで、カルデラって何でしょうかというと、このように頂上、山の頂上がとんがっているはずなのに、ボカーンといって抜けちゃった。はい。ここがカルデラ状態と。ここに水が溜まればカルデラ湖ですし、水がなければただのカルデラということになります。でも、阿蘇山面白いのはね、これ、こんなちっちゃいところだけじゃなくて、めちゃめちゃここ広いらしいんですよ。だって世界最大級だから。そうするとどうかというと、人いるんですかって質問されるんです。そうすると試験問題は通用しないです。人がいるところじゃないらしいんです。この中に鉄道も通ってるらしいです。そして水田もあるらしいです。そして牛さんもいっぱいいるらしいです。だから人当然住んでます。普通にここが都市になっちゃってるらしいです。都市ってなんとか市じゃない、町か。町になっちゃってる。だからそのぐらい広いと。最大級ってただ覚えるのと、鉄道が通ってるとこ覚えるだけじゃ試験に通じない。鉄道が通り、牛さんがたくさん育ってるぐらいでかいという風にして、知識はリンクしないと試験に通用しないですからね、気をつけてくださいね。そのぐらいでかいんだというのが、ここの説明になります。はい。で、次はですね、内陸の気候とこれね、ちょっとね、有名な参考書に何個書いてあるんですよね。ちょっと内陸というと違和感があるんですが、一応内陸の気候の地域だと言われている、左側の少し、左全部だって左少しあります。いきますよ。じゃあもう一回緑の色の図でいきましょう。はい。先ほど言ってたのは右大体ということで、ほとんど山の部分だったと。もちろん盆地とか人吉盆地とかありましたけど、ほとんど山だった。当然これは涼しい、高山の気候になります。それに対して今やってるのはですね、ここです。これ左全部じゃねえかと思うかもしれませんが、ほら。でかい天草が残ってますから、天草最後にやりたいんで、あくまで3分割してるんですよ、今やってるの。ここ山ですごい涼しい九州山地と阿蘇山、そして人吉盆地。やってるのは、今回やりたいのはここになります。ここですね、別に内陸じゃないんですよ。海に面してるんですが、気候はちょっと内陸型だと。どういう内陸型かというと、冬と夏の温度差がすごいんですね。熊本って、夏確かに暑いイメージあるんですよ。なんか自分も高校野球の予選とか見てて思うんですけど、冬めちゃくちゃ寒いらしいです。だから温度差がすごい高いということで、ちょっと内陸型の気候に近いというところらしいです。で、それよりも地名を覚えていきたいんですけど、先ほど言いましたように間違えちゃいけないのは、球磨川どこに入ってるかということで、球磨川は八代市に入っています。いいですね。ですからそこにある下にある平野も八代平野になります。いいですか？いぐさ、畳のいぐさとかでやってますね。で、熊本は何かというと、白川って方、これはね、塾による教えるかどうか。だからこれは最悪忘れてもいいんですが、少なくとも、球磨川は下、こっちは球磨川じゃねえってことは押さえてください。で、ここに熊本平野が生えています。当然川があれば平野が入ります。はい。で、もちろん都市は熊本市と八代市になります。さあ、ここで万が一記入する試験が出たときどうするかというと、見てください。このとんがりを見ればできるんです、必ず。いい？このとんがりより熊本は上にしろ。このとんがりより八代は下にしろ。これで落ちることはない。この辺のどっから間違えてもそれでバツつける先生いないか。とにかくこのとんがりを見たときに、熊本は下にしない、上にする。八代は上にしない、下にする。このとんがりで分かれてる。いいね。で、細かく言えば白川と熊本平野、球磨川と八代平野。上ま、山まで行っちゃうと人吉盆地ということです。ですから、球磨川は下が平野、上が盆地を変えるということになります。で、戻りましょう。はい。熊本平野は、球磨川じゃない。まあ、覚えなければいいけど、もう一応白川という川です。で、八代平野は球磨川になります。はい。この時に米がどっちかって、まあ、この後もやりますけど、米は下です。八代平野です。いいですね。よくあるよね。福島県でも、福島盆地は果物で、郡山盆地は米やるね。長野県でも、長野盆地は果物、松本盆地がお米って、それも、これも分かれてます。熊本平野は、まさにスイカ、トマトということで赤いんだね。もう種明かしになっちゃうと思うんですけど、くまモンにこれが関係していきます。それだって八代平野はお米です。そして、畳にいぐさを作りますから、要するに黄色系なんですよね。熊本平野はスイカとトマトで赤赤、こっちは黄色とか茶色系のものを作っていきます。はい。で、気候は内陸の気候だということになります。じゃあこの部分についてちょっと、補足しますが、球磨川というと何で覚えさせられるかというと、日本三大急流、いいですよね。静岡県富士川、山形県最上川、知ってますね。球磨川ね。あれじゃないですかね。三大暴れ川じゃないですけど、なんとか太郎次郎っていうのは、あれは氾濫してしまう川。そうじゃなくて、これは単純に流れが、急な川。で、上の方に人吉盆地、下の方に八代平野。これもそうやった。で、ところでということで、急流の話が出てきますから、日本の川って言われたら皆さん何ていうふうにやったということで、中学受験なら小4、高校受験なら中1ぐらいからもやってると思うんですけど、日本の川は流れが急で短いんですよね。ですから、ヨーロッパの川と日本の川を選ぶ、出ますよね。絶対よくグラフで。これが高さ。これが、こっちが距離。と言った時、ヨーロッパとかの川はこうなんだよね。低いところから長い距離流れる。それで日本の川はこういうふうになるんでね。これが日本の川の特徴。で、特にこの急流はその特徴が強いということになります。要するに高い山の方からあっという間に出てきちゃうということになりますね。よろしいでしょうか。はい。で、海を覚えましょう。これもですね、地名やるときに結構役立ちます。もう一回、じゃあ、白、まあ、地形図しましょうか。はい。海の名前もいいですか。とにかく熊本はね、地形わかんねえとかめちゃめちゃ書く人は、とにかくこのツンツク覚えればいいの。ね、海の名前もそこで決まります。八代のとこにありますから、八代海かな。そうですね、八代湾じゃない、八代海。はい。で、上にあるのね、熊本湾って言ってあげたいんですが、長崎とから名前を借りていきます。島原湾です。ね、そして、まあ、これが有名な有明海ということで、熊本と関係あるのはね、いろんな県で持ち合っている有明海。そして、名前は長崎だけど、とにかく熊本市のこのツンツクより上の島原湾。つまり、熊本を流れている川は島原湾流れ込む。そして下は名前通り八代海。当然、球磨川は八代海流れ込む。とにかくこのツンツクで、都市も川も海も分ければ間違えることはないです。さらに言えば、この後、天草やりますが、天草もツンツクの下なんです。天草、あったかいあったかいばっか覚えて、書くとこっちを書くやついるけど、それはないって考えてください。あったかいんだから南の方ということで、このツンツクよりも下って覚えれば、もう間違えることないよね。熊本県が試験出たら皆さん受かりますね。はい、戻ってください。うん。ということで、今は海の名前で有明海、島原湾、八代海ということで、流れ込むのは島原湾のところに白川。まあ、これは熊本市の川。八代海のところに球磨川ということになります。はい。で、あ、いいですね。はい。で、さらに地形最後に言いますと、一番左側ということで、まあ、綺麗ですね。天草市はすごい綺麗で、もう観光スポットなんですが、熊本があった時に、ツンツクの下の方にある島が、天草諸島。1個じゃなくて、諸島ですから、島。ね。たくさんある。で、気候は温暖。まあ、南の方にあるからということでよろしいんじゃないでしょうか。というふうにして、熊本の気候は山の方、内陸じゃねえんだけど、内陸型と言われる熊本市、八代市、そして、いつもあったかいところに分かれていきます。じゃあ、これで地形終わり。じゃあ、農業いきます。先ほど言いましたね、お米は熊本平野ではございません。八代平野ですね。いつも言うように、1個の県に2つあるときに気をつけてください。八代平野です。まあ、日の光って結構スーパーにあります。日のっていうのは、その、熊本の肥後のイメージもあるらしいですし、火の国熊本っていう風な昔から言われてるんで、そのイメージもあるらしいんですが、まあ、日の光って結構有名なブランドで、全国でもお米の生産量16番です。結構頑張ってますね。米っていうと北海道や新潟や東北ばっか思いますけれども、だけど実は熊本も多いと。まあ、このぐらいしといてください。行きましょう。はい。一方で、野菜はどこが作るかというと、熊本平野ですね。熊本平野、土浦平野たちに下が米やいぐさ、上の方が、お野菜とか果物ということになります。はい。あ、混ぜちゃった。ごめんなさい。いぐさは八代ね。八代平野は黄色いもの、茶色いもの、つまりお米といぐさということで、まあこれ熊本いぐさっていうのを覚えてください。はい。で、福岡があるよって、これ一時覚える人はありません。だけど、地理のセンスとしてね、隣同士の県は同じもの作ってます。いつも言ってるいぐさの葉っぱがね、福岡の県境を見た瞬間、やだな、福岡に生えたくないよ。そうはなりませんから、隣県は必ず同じもの作ってるのが普通です。まあ一応熊本で覚えましょう。で、それ以外、野菜何があって、こっちは熊本平野の方ですね。熊本平野。何を作っているかと言いますと、まずトマト。はい。そして、ナスはね、まあ普通高知で覚えさせられます。できなくてもいいけど、まあ語呂合わせでね、高知に熊が群がるっていうふうに覚えてる人も、塾で教わった人もいるとは思います。ちょっとナスもあるよと。それ以外トマトが大事。トマト大事です。なんで大事かというと、後でくまモンさんを見せて、説明します。トマト大事だから、ナス忘れてみるとトマト覚えてね。次のページです。はい、次も基本的に熊本平野で考えてください。八代平野はお米といぐさだけで結構です。全部熊本平野だと思ってください。スイカ大事です。これもなんで大事かっていうのは後でくまモンさんを見せて紹介しますが、スイカ大事です。はい。メロン忘れてもいいです。まあ、むしろメロンは茨城の方で覚える人が多いんじゃないでしょうか。まあまあまあ。要はね、いつも言ってるように、同じ平野つってもお水がたくさんあって、米が好きな、お米が喜ぶとことお米が喜ばないとこあって、お米が喜ばないんですよ。簡単に言うと。メロンとかスイカって基本的にお米が喜ばないとこに入るんですね。茨城なんかもお米がすっごい喜ぶ水郷ってところにはメロン作んないんです。乾いたところにメロンも生まれるんですね。ですから乾いてんだなっていうふうに思ってもらえばいいです。はい。で、果物。いちごもまあまあ、とちおとめ、あまおうはやるけど、熊本はね、あんま覚えない人いるけど、隣の県ですからね。まあ、熊本もあると。みかんも、まあ、赤山、愛媛、静岡、あれですけど、佐賀とかの時も言ったけど、熊本、長崎、佐賀みたいな九州連合もみかん悪くはない。結構作ってる。ね。佐賀県もある。で、当然、みかんを作れば、ね、例えば愛媛県だってみかんを作れば売れなくなるといいようかん作るってよくやりますよね。同じように、みかんを作ればデコポンも作るってことで、同じようなもんね。同じような県、県同じようなもの作るし、あるもの作ったら似たようなもの作るし、これはもう、みかんの変更先の話ですから、まあ、これは同じだよね。愛媛がいて、和歌山がいて、熊本がいてってことで、みかんの代わりとして作るということになります。はい。まあ、果物をそこそこやっていって、とにかく、スイカね、この大事なんで、スイカを押さえてください。はい。じゃあ、最後、くまモンで農業をまとめちゃいましょう。ということで、くまモンはなぜほっぺが赤いんでしょうかということで、別に趣味とかデザインじゃないんです。熊本といえば、スイカとトマトを思い出してねって意味で、くまモンのほっぺは赤いんです。だからこそ、ね、熊本県で農産物でスイカとトマトを忘れたら終わりなんです。ただ気をつけてくださいね。遊びとか別に旅行とかで行くわけじゃないんだから、熊本平野はスイカとトマト、この子でいいよ。だから八代平野は米といぐさだから、巻きっきりのキャラクターがいてもいいぐらい、これと違うからね。これは熊本平野といえばこの2個。だからメロンとか忘れてもいいけど、スイカとトマトは熊本平野としては忘れちゃいけない。いいね。という話が農業でした。はい。次、畜産です。はい。ここで引っかかる人います。九州で畜産ってどこですかっていうと、宮崎、鹿児島っていう人が多いと思いますね。それは、ちょっと中途半端で。はい。乳牛は忘れてきません。乳牛は、北海道、栃木、熊本ということで、何こいつらの共通何ですサッカーとか強いそれとも高校野球強い違うんですね。実は、涼しいところなんです。はい。北海道はすぐイメージできます。誰が涼しいと思います。栃木もナスなんていうのは聞いたことある人。東日本だといると思うんですけど、涼しい。岩手も涼しいイメージ。熊本は暑いじゃねえかと思うかもしれませんが、熊本のどこに牛がいるかっていう、さっきでカルデライメージがさ、阿蘇山にいるんです。阿蘇山は当然高い山ですから寒いところです。ですから、乳牛が、好きな草っぱがいっぱい寒いところで生えるから乳牛入れようということで、こういうの丸暗記じゃなくてね、無理に熊本入れるとかじゃなくて、涼しいところを探せということで、要は井戸とかが涼しい、もしくはこういう高度、高いところで涼しいっていうふうに考えると、丸暗記しないで覚えれるということで、熊本に牛さんはたくさんいます。はい。最初に、工業ですが、最初に言ったように、工業は大して熊本は栄えていません。はい。ただ、政令都市があるということで、熊本県自体の盛り上がりあるんだと思うんですけど、ただ工業は栄えてません。はい。以前はめちゃめちゃ頑張りすぎちゃったやついます。要するに、郊外舗装と頑張りすぎちゃった工場が水俣の化学工場です。いわゆる四大郊外ですよね。水銀というものを、工場が、川、あるいは海に流してました。ここでお魚が水銀を食っちゃいました。そのお魚を人間食っちゃいました。その人間はある日体が麻痺したり、亡くなっちゃったりして、大変な問題になりました。まあこれ、高校生ぐらいの地理行くと、やると思うんですけど、実はもう市の中みんな人間関係人間不信になっちゃったんだってね。あいつは、郊外で金もらったんじゃねえかとか、あいつは郊外流した方の悪い会社じゃねえかってことで、同じ小学校変えててもね、随分悲惨なね、いじめとか村八分みたいなのあったらしいんですけど、まあそういうことで大変なことになっちゃったんです。現在はどうかというと、環境モデル都市、要するに環境について頑張ろうっていう街になって、お魚も再び、取っていいってことになりました。当然、公害が起きた後は、こんな魚食っちゃいけないってなった。食ったら死ぬぞって言われてたんですけど、今は漁業も再開しということで、比較的綺麗になった。逆に言うと、工場としては昔ほどはやってないってことで、一応水俣ね、化学工場ありますけど、昔ほど盛んではないということになります。で、あと、熊本県全体として一応ですね、シリコン、要するに、IC とか集積回路という小さいですね、携帯とかに埋めるようなちっちゃいチップみたいなですね、そういうものを作っています。で、日本でシリコンどこが有名かというと、シリコンアイランド、島ですから、これ九州を指してます。九州は、ね、本州と違って島なんだけど、シリコンめちゃめちゃ盛んだよということで、シリコンアイランドと呼ばれます。もう一個は東北地方です。なんでこいつらが、でかくなったかというと、高速道路など交通が便利だから、あるいは空港などがあるから運びやすいということで、シリコンが盛んだ。これはよくやれてます。ここまでが普通のどこの塾でも載ってる。でも最新情報、いい。結構最近、最新の本に載ってる教科書、テキストには。IC 自体、シリコン自体が日本今ボロボロなんです。中国とか台湾にこの仕事取られちゃって、日本自体のこの業界自体がダメなんです。ここまで行くと地理の最先端なんで、ちょっとね、今風の問題出すような学校だと出るかもしれないんで、シリコンは確かに東北と九州を覚えておけばいい。熊本とかと九州を覚えておけばいいけれども、だけどシリコン自体がダメだということは知っておいてください。はい。あとは、鉄道、交通などは九州新幹線が通っていることで、一応図を見ておきましょうか。はい。九州新幹線ですね。つい最近。去年というと、見ると違うんですけど、2022年、令和4年に、長崎ルートというのを取りましたけど、今まではここですね、こういう鹿児島ルートといって、要するに福岡と鹿児島を早く結ぼうぜということで、熊本も完全に通ってます。当然これによって良くなった業界もあるのかなというふうに思います。あと、世界遺産ですね。これね、名前が面白いです。世界遺産は、長崎と天草のキリシタン関連遺産。キリシタンってね、キリスト関連遺産ということで、こういうキリスト関係のものが、世界遺産として指定されてるんですけど、何ですかこれ。長崎って県の名前だよ。天草って、熊本だよねと。今日やってるよねということで、なんでこれとこれ並び立っちゃったかというと、長崎は県全体にあるんです。しかし、熊本は天草だけにあるんです。だからなんです。いいですね。具体的に言うと、天草の上に島原半島ってあるじゃない。島原天草の乱って歴史でやるじゃない。キリスト教徒が江戸時代氾濫しちゃったよみたいな。だから、天草と長崎の方、上の方にはかなりキリシタンがいた。その関係の建物が世界遺産として指定されているということで、変な名前なんですけど、熊本と長崎とは覚えないでください。はい。じゃあ、あとは、ちょっと資料と細かい場所だと終わりですね。はい、ほとんどが地名やったんですけど、一個だけやってるのは水俣市の場所ね。その郊外になっちまった水俣市の場所なんですが、覚えるの簡単です。付け根です。一番下です。本当は少しずれてるかもしれないけど、試験上は付け根です。鹿児島との県境に水俣市がありました。ですから、ここにちょっと水銀が出ちゃったということになります。あとはやったよね。最初にやったように、このね、この辺と残り左、そして天草って3つに分けて、あとはこのツンツクで判断すると間違えることがないと思うんで、熊本はそうやってください。で、最後、魚津です。はい、熊本の魚津。難しい。一応、熊本県でも熊本市が捉えてて、さっきで内陸型の気候ってことで、夏はすげえ暑い。まあ暑いか。うん。まあ冬はすごい寒いって言ってますけど、まあここでそんな区別つかないんだよね。雨についても、降水量2000なんて特徴がないんで、熊本だけで出た時には正直解けないです。ね。別の特徴があるね。日本海型のもんとか、中央高地のもんとか、尾鷲の4000雨の頭おかしげで降ってるところとか、そういうのが出た結果、消去法で取れると思うんで、まあね、余裕がある人は熊本こうやって見といて面白いなとか思えばいいですけど、まあ積極的には回答できないかなというところだと思います。熊本そんな感じでね、工業圏じゃないけど指定都市があるということで、指定都市なんかも、積極的に順次に覚えていってください。以上です。